え今回ですね、中古屋さんに学ぶビジネスモデルということでね、CS オートディーラーさんっていうのをね、紹介したいと思います。この CS オートディーラーさんっていうのは、私のベルファイヤーを買ったところでもありますし、それからセルショーをね、いろいろとご相談に乗っていただいたところでもあります。非常に私が信頼している中古車屋さんなんですけども、サービスがね、むちゃくちゃいいのと、安心の保証がバッチリついてるんですよ。 で、ここではですね、どんな保証がついているのかっていうのを、私の潤いの記憶で言うとね、会社に迷惑がかかっちゃいけないので、とにかくとってもいいということだけお伝えさせてもらいます。価格もね、ほんと手頃でですね、うん、多分国内最大の信頼とネットワークじゃないかなと思います。特に、ベルファイア専門で検索すると、ベルファイア専門店って出てくるんですよね。当然、在庫も多いわけなんですけども、例えばね、今度ね、 書いててますすけどももレクサス専門店でで出てくるることもあるんですよそうすると同じ CS オートディーラーの中でレクサス部門ってのもあるんでしょうねこのレクサスの在庫も多いんですよ同じようにクラウンも多いしそれからマジスタも多かったりねでエルグランドが多かったりとかそれぞれのカテゴリーでそれぞれナンバーワンなんじゃないですかねうんどれだけ在庫を持ってるのかなってびっくりするわけなんですけどもさあ この CS オートディーラーさんの上手なところっていうのはね、こういうところにもあるんですよってことを申し上げたくて、今回の動画を撮らさせてもらってます。さらに画面を切り替えます。私がベルファイアを150万、込み込みでね、200万円ぐらいだったと思いますけども、購入して、2年でローンをー完済しましたえ。そして現在3年目を超えたところなんですけども、そうするとですね、こういうメールが届き始めたんですよ。 CS ユーザーのみ特別配信つまり購入した人だけに特別配信でベルファイアの買い取り価格を30%アップということなんですよつまりね支払いも終わってるし2年3年も乗ってきてそこそこ慣れてきたそして飽きてきたのかなっていうところも微妙に私感じてるんですよねそろそろ別の車でもいいかなと感じることもありますまあ私の場合は別の車もあるんであんまり強くは感じないんですけども ベルファイア1本で乗られてる方っていうのはそろそろね他の車にしてもいいかなって思う頃じゃないかなと思うんですよそんな時に30%アップで買い取りますよって言われたらちょっと売っちゃおうかなと思う,思うところもあると思うんですよつまり CS オートディーラーさんって売った人から仕入れるっていうこの循環を作ってるんですよねいや上手ですよねだって信頼したところが「車買い取りましょうか」って言ってくれてるわけですから 素晴らしいと思いますよ。ここに査定例がありますけども、確かにね、この実績から見ると、高く買い取ってくれてるんだろうなっていうのが分かりますし、それがメールで届くわけですよ。で、そうすると、じゃあベルファイア売りたいんだ、下地取りに出したいんだけど、じゃあ次の車をっていうのを、同じ CS オートディーラーさんに合わせて相談する機会ってあると思うんですよ。いや、なんかね、レンタカー感覚みたいなね。<laughs> そんな感じですよね。 いや、私のね、ベルファイアは、結構ぶつけちゃったんで、うーん、中古の買い取りとか難しいと思うんですよ。ですんで、うん、考えてはませんけどもね、このまま、うん、ヤマト君が、もうちょっと、年を取るまで、年を取るってっ変な言い方ですけども、もうすぐ3歳ですけども、5歳、6歳ぐらいまでのね、小学校に入るぐらいまでは、このままベルファイアで行こうと思いますけども、うん、でも、いいなぁと思いますよね、こういうふうな売り方。はい。今回、その、 CS オートディーラーさんのビジネスモデルで、えー、関心したことがあったんで、こうやって動画にさせてもらいました。では、皆さんもリピーター獲得のために、まあ、いろんなね、ビジネスモデルを探求してみてください。ありがとうございます。